アンソニー・レジョン・ブラウンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ベルフラワー出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、スモールフォワード。ロサンゼルス近郊のベルフラワーで生まれ育ったブラウンは、地元の高校を卒業後、名門のスタンフォード大学に進学。1年生から主力として活躍するも、2012から13、シーズンは負傷のために全休。 翌2013から14シーズンは PAC-12 の最優秀成長選手に選出されるなど飛躍のシーズンとなったがブラウンは NBA 入りへのアピールをするために2014年の NBA ドラフトにはアーリーエントリーを行わず最終学年の5年生となる2014から15シーズンまでプレー。2015年の NBA ドラフトでは 地元のロサンゼルスレイカーズから34位で指名され、2015から16シーズン開幕第2戦のサクラメントキングス戦で NBA デビューを果たした。しかし、2016から17シーズン開幕前に解雇。後に D リーグドラフトでエリーベイホークスから指名を受け、好成績を残した後、11月20日にニューオーリンズペリカンズと契約したが、12月9日に 解雇。その後2017年1月20日にオーランドマジックと10日間契約を結んだが2度目の契約更新を受けることはできず解雇された。ありがとうございます。